夏でしょ今日暑かった。そうヘアアイロンは今は160にしてたかな、140、160で使う。今回これはリファのアイロン、お誕生日にもらいました。リファはお高いアイロンですそうなんです。こんばんは。美容師さんとかがよくね着てるイメージ。今日はメイクしてないですそう、より目になってました。いやん、アイロンするときになるよね。なんかアイドルとかがさ前髪セットしたのを見たりするけどさ、どうしても上見るからさ、より目になるじゃん。可愛いよね。前髪をセットするときにより目になるフェチ、変なフェチだやっほー、こんばんは。そう、珍しくメイクしてないよね。毎日してないわ毎日してないわ。こんばんは。そうなんですよ。今日は、今日はね、聞いて、私ね、本当はね、今日ね、昨日の昼ぐらいに、なんかずっとね、浅いボールを、人生初浅いボールをこの3連休で挑戦しに行きたいって思ってたの。ずっと食べてみたくって。だけどなんか昨日調べたら、せっかく出かけるならね、メイクするなら1日その遊びたいの、外に。だけど昨日調べたら、昨日の明日だから今日が、そう、ちょっと汚れてる、今日があの午後から雨予報で、午前は晴れやったけど、だったから明日はアサイボールを、そうサッチがさっき話題してた、そうなんだから今日はやめようってなって、今度の休みに行こうってことにしたんだけど、いざ今日になってみたらね、私今日業務スーパーに行ってきたんだけど、超晴れてんの、もうほぼ曇ってない結局雨一回も降らずで、それだったらせっかくなら今日アサイボール食べたかったって思って。え、さっち今日アサイボール食べたの、いいな、私も今日食べる予定だったのに。だから今度の休みに固定しました。なんかあるあるじゃない、その雨だから、そう、あの予定を変えて行ったき、あの他の場所に行ったけど、別の用事にしたけど、いざ当日になると降ってないみたいなこと、ちょっとショック。そう、天気が外れました。今雨、本当わかんないけど、そう、アサイボールクルクルさんが探してた。え、じゃあクルクルさんと行きたいダメだ、イチゴが怒るでもアサイボールはみんな同期行きたいって言ってるから、そう、みんなで行きたいね。天気、業数でいろいろ買ったよ。え、紹介したい、いっぱい買ったんよ。そう、アサイは朝に、朝だけに朝いいってこと、ちょっとつまらないかもしれない。アサイボールは休憩じゃありません。明日は晴れ。そう、でも明日は予定があるんよ。悲しい。それやったらもうさ、今日さ、そのね、出かけちゃえばよかった。今日は業務スーパーに行ってきて、超大量に買ってきた。そうなの。こっちも雨だ予報やったけど降ってない。え、そうよね。ね、私も今日雨だと思ってたのに、若干ね、雲が怪しいなって時は一瞬あったけど、結局降らなかったんよね。そう、今日曇っただけだった。当日行く気がなくなるの、猫化現象、ゆいにゃん化現象、やばい。なんかカエル化現象とかちょっと前流行ったやん、猫化っていうのね、その行く気がなくなるの、あれか、気まぐれみたいな意味かな、猫化ってそうだね。そう、アサイボール、サッチが今度タイにか、行こう。え、サッチさ、舞台が私らの東京公演ぐらいじゃん、確かその日ぐらいじゃん、2日間あったっけ。それ終わったらさ、広島帰ってくるじゃん、一緒に行こう。え、さっち生誕も近づいてるしね、キャー、楽しみ、行こう。さっち、それは、そう、1リットルスイーツ、知らないから買ってあげる、やばい1リットルスイーツは、こっちに来てあんま買ってないけど、実家の時はよくタッパーに移して家族で食べてた。シルトスイーツは同期とワケワケして食べようかなそう、
そうな、マスクしないで寄ってかないよそんな。そう、何買うって、薄焼き餅。え、買ったことないのかも。みんな行数とか行くの？行かない？私は今日久しぶりに行ったんよ。なんか買うものないの？おすすめのもの。そう、連休、え、なんか天気悪そうだよね。ね、雷マークが見えたんだ。行数はあれ、会員はあれかな、コストコ。行数も多分あれ、カード的なのは作れると思う。行数というか、なんか私はフレスタだっけ、なんか一緒になってるところに行った。なんかあのそばにシャトレーゼがあるところに今日は行きました。シャトレーゼでも買った。そう、フレスタと一緒になってる。だからフレスタのカードか何かにチャージして私は買った。あ、話して書き換えてきた。え、あった。私さ、みんながさ、私が昨日カキ話したことでさ、みんなが明日行こうって言ってる人が多くって、もしカキがなくなってたら申し訳なさすぎて、今日なんかX で浜寿司カキで調べとったんよ。まだ全国にカキあるんかなって思って、みんなのことが心配で調べとったんよね。そう、どうしよう、私昨日話したのにカキがもし売り切れとかだったらって思って、そう、浜寿司カキで調べてた。みんなが食べれるかが不安で、食べてほしくて。そう、台風まだ来てるの？やだ、台風だから読めなかった。なるほどね。そう、握手会途中猫が現象になりそうになります。なんとかしてください。待ってるのに来ないとか言わないで。待ってるよ。そう、牛乳パックの、そう、1リットルのスイーツ。そう、それそれ、家族だとそうシェアできる。お具材食べても確かに食べきれないのはタッパーに入れるしかない。え、コーヒーゼリーですね。今日私コーヒーゼリー買ったよ。今日行った店舗なんかコーヒーゼリーだけ今月中かな、めっちゃ安くって200円しんかった。100円ちょいで買えたんよ。他のは300円400円するのに100円台で買えた。100円ちょいで買えた。コーヒーゼリーにした。でもよく買うのはパンナコッタとか、あとゼリーもよく買う。でも今日はコーヒーゼリーにした。そう、ちょっとまたコールは誰になるのか。ジェインで言おうや。いいね、いいね、楽しみだね。同期初の生誕。アサイボールユニオン作れたらお金払うから作ってって。え、でも行数にさ、今日行った時は知らんかったけど、帰ってから調べたら、なんか行数にアサイ作るやつが売ってるらしくて、え、買ってみればよかったって思って。そう。アサイボール、え、サッチ行こうよ、それは一緒に。そう、雨の気配感じてる。え、あるよね、そういう時。行数っていう、え、業務スーパー行数っていう、3人で朝ボールしに行く。なんかマザイボール、マザイボールって混ざってきたって言おうとしたらマザイボールって言っちゃった。ボールはしかも球技じゃないし、ボールはあれですよ、ボウルの方ですよ。あいうのうだよ。そう。そう、あ、今イヤホンしてみて。そうだね、柿探し。そう、いい子すぎる、やばい。みんなが食べれるかが不安でさ、私が昨日メールとか配信でめっちゃね、牡蠣が美味しかった言ったから、みんながね今日行くって言ってたから心配になっちゃって。シャトレーゼ、そう、1月行ったんやけど、シャトレーゼはチョコバッキーを買いました。チョコバッキーのバニラを買いました。 CM っていうか大丈夫そうね。私も調べた。そうなの、そうなの。そうなんよね。そう、阪神の前撮った牡蠣の置いてあった。そう、今朝予約するときメニュー見たら先頭にあったから、あ、それはよかった。それはよかった、みんなが食べれたのはよかった。今日浜寿司だけどあったよ。え、食べたどうでした。そう、心配して牡蠣は、そうなの、チェック。行ったのはエブリーだ、それ、エブリーに行った。それです、それです。そう、パンナコッタ美味しい。え、美味しいよね、パンナコッタ。え、今日アットジャム行ったの？結構さ、48グループのメンバーさん出られてるじゃん。HKT さんとかさ。ね。アンナさんも出てたしね。ステージは違うけど。私は、最近 HKT さんに、今まで、なんだろう、坂道グループさんによくハマってたんだけど、私は学生時代。そう、最近 HKT さんの曲をよく聴いてます。最近、ハマりつつあります、実は。
最新シングル、最近あの発売されたシングルも聴きました。赤衣装、今日着てた衣装だよね。そう来てほしい、ツイッター行くよ、待ってるよそう、手紙読むのは生誕どうなんだろうね、お母さんとかどうやろう。チョコバッキー美味しいよね。そう、近所でハマドしなかった、それは辛い牡蠣食べれない、食べれないよね。そうそうなの、そうなの、こんばんは。そうね、いいね、あたちゃんもパンナコッタ、パンナコッタ美味しいだよ、パンナコッタ。 HKT さんの推しネタはいる最近できました、私の X のフォロー欄の一番上を見てください、そしたら分かります、フォローが返ってきました、びっくりしました私はただ単に投稿とかが見たくてフォローしたけど、フォローがすぐに返ってきてびっくりしました。確か岩盤浴に行った日にねフォローしたんだけど、すぐ返ってきました、びっくりびっくり。オールナイトフジコ私も見た、そうなの、そう、笑顔が見たいお見送りで待ってるよ公演。そうだよ、そうなの、そうだよ、そう、あ、みんなにバレた、みんなにバレた、誰にも私言ってなかった、いちごにすら言ってなかった。私が推しが できた時は友達とかに言うタイプだけど、私はまだね推しを周りの子に言ってなかった。でもバレたバレました、同い年の、そう、レイヤーさん、そうです、顔タイプでフォローしてた、え、私もないよ私もないよ、そう、身長170センチだよ、超高いよね。6期生さん、選抜メンバーさんですよ。そう、いちごにも言ってなかったんよ。 HKT48 に推しができましたとは言ったけど、メンバーは発表してなかった。推しかぶり推しかぶりした、おもろい、そうなの、6期生さん、いちごよりね高いね身長。レイヤ姫さん、そうなんです、まだでも全然新規、ど新規です、まだここ1ヶ月ぐらいのお話。そう、美形の子が好き、わかる、井上凪さんとかね、そうなんですそうなんよ、私とさ誕生日がさ生年月日がさ本当に10日違うぐらい、多分そう、まだ本当に1ヶ月も、確か6月生まれだったので、私が7月生まれで同じ2006年だから、生まれたほぼ同じ時期に生まれてるのに身長が超高い、そう、いちご知った案件、確かにそう、美形好きは分かりやすい、確かに、アンナさん、上凪さん、リーヤさん、確かに美形好き認める。あとは ST48 のメンバーさんで言うと、もう卒業されてるけど、あのみちさんとか美形好きですね、わかりやすいですね私ってわかりやすいよね。でもあとは桜坂の山崎天さんとか、わかりやすい、わかりやすい、面食い、え、面食いかもしれない。そうだね、好きなタイプ似てる、本当、白石麻衣さんとかね、わかりやすいねそう、そうなんよ、そう、面食いなのかもしれない面食いかもしれない、そう、教え変わる芝居なさげそう、西野七瀬さんは、なるほど、面食いだな。え、でもいちごはもうほとんどのメンバーさんが好きになったメンバーさんがショートの子なんね。でも私は特にショートロング関係ない、
短い子が好きになることもあれば長い子が好きになることもあるし、そう、特にあとは前髪がない子が好き前髪がない子が好き。まあそれはなぎちゃんが大いに影響しているんだけど、そう、だから私はいちごに前髪ない方がいいってずっと言い続けてる。そう、そうなの。アイジーさん、え、リコイさんと写真撮ってたね。そう、いちごのタイプは分かりやすぎる。私のタイプは、え、でも本当に全然、どうだろう、乃木坂さんのイキさんなら白石麻衣さん、二期生さんなら堀美央奈さん、三期生さんなら大園桃子さん、四期生なら柿原香さん、五期生なら井上凪さんNME だとミカニアさん、そうですね、当たりです、大好きです。そうです、アンナさんも見て、そうなんです、そう、分かりやすいやろ。そう、センター分け好きかもしれない。好きだね。今堀美央奈さんもセンター分けだしね。確かにそう、そうなんです分かりやすいです。私の多分フォローラーも定期的にチェックしてれば、推しが増えたことがチェックできるよ。そう、前で送ってくれた浴衣写真の前がいないとないのいいって思った。あ、嬉しい。私もあの2日間髪型変えたんだけど、そう、同期とかにね、そう、前髪ある方が好きって言われたり、長く好きって言われたり、友達にもこっちの方が好きとかって言われたりしたけど、そう、好みは分かれるものですね。そう、もういちごとかすごい分かりやすいもんね。岡田奈々さん岡田奈々さん、乃木坂さんなら林瑠奈さんね、分かりやすいですね。そう、さやかりんさんもねボブにしたね、昨日びっくりした。可愛いですね。そう、え、前言ってたね、よしみさん応援してたって。はい、毎日配信されてるよね。そう、前髪の血前髪は確かにあるないでだいぶ印象変わるしね。私はあれ、同期だとリエチが前髪なしでしたじゃん。私はない方が圧倒的に好きです。いちごもない方が好きです。3期で前髪なくすこと、リア充とかねえ、ユーナとか前髪ないことないじゃん、基本いつもあるからイメージがつかないな。どうだろう、カナオとかもイメージない。ヒータンもある方が好きだな、前髪。あ、でも8月25の特別ライブの夜が迷いなかったけど、あれも可愛かったそう、いいにゃん、ボブいつかするね。でもボブかそう俺らも5分組やばいからえ、ね、千穂さんもまた切ってたね、伸びてたから切られてましたね。
ショートでもいつかするよ、いつかするよ。でもいちごが今ウルフにしたいって言ってる。私は全力で進めている。いいと思う、いいと思うって。でもウルフは私は自信がなくてできない。似合う自信がないそう、ショートが好き。ショートもでもグループにいる間に1回はするね、絶対。ここさんより短く、ああでも全然そんぐらいならバレエ時代してたかも。そう、ウエンさんにそうだよ言わなきゃいけないから。私がだってウルフなの想像できないでしょ、通らない気もする。そう、あ SK さんのイベントいた、いいな。そう、いちごが、いちごでも入る前ウルフやったらしいから。そう、ボブには見るまでよたくやめれん。じゃあ見たらやめちゃうのバレエ時代の短い髪は似合わなすぎて私写真撮ってないんよ。てか自撮りなんて入る前ほとんどしたことなかったし、たどりもないし。お母さんに聞けばあるかもしれない。でもバレエ時代私可愛くないからそう、白 D、 白 D です。そう、いちごがウルフ。そうなの、ウルフは狼みたいな感じ、なんかイメージね、イメージ。そう、ウルフの私とかだって想像つかんやろ。プリクラとか、その時代撮ってないね。もうバレエで忙しすぎて毎週練習試合とか試合とか練習あったりだったから、そうあんま遊んでなかったね、バレエってところは。そう、何年前の話、小学校の時の話かも。小学校から中1くらいまで。そう、写真がないよ、見せたいけど、見せても可愛くないけど。そう、そうなのあったならね見せたいけど、でも一回はしたいね、グループにいる間に。でもグループにいるならショートもしたいしボブもしたい、いろいろしたい。そう、わかめちゃんヘアショート似合うメンバー好きなの。あーなるほどね、私でも今までの推し考えるとショートロングの夢どっちが大きいかな。でロングの子の方が多い気がする。ロングの方が多い気がする今までは。そうなの、いちごぐらい切ってみる。でいちご多分今だいぶな伸びたよね、どうだろうねえ何が似合うんやろ。ボブのウィッグは持ってるけどウィッグって感じがしてあんま似合わなかった。そう、エッチロング多め、わかる、短い子がねあんまいない。でも3期はだいぶ入ってから切ったよね、髪短くなった子が多い。いちごは成人式の次の日に切ろうかなって言ってる。でも今なんかウルフ短くしたい衝動に駆られてて1週間この気持ちだったら切るって言ってた。そう、ジュダヤロングですよ。おは、まあ、ロングはいっぱいアレンジできるしねそうだよ、奥田源奈さんウルフとかだって想像できないですよ。みんなショートもあんま想像できんと思う。ボブはまだ想像しやすいけどショート想像できん。姫カット似合うかなそう、3期ね、そう1人切ったら一気に切り出したね、だいぶ切ったよね。そうだね、カスミンがねやめるギリギリに切ったし、ミューポンも切ったし。そうだね、切ってるね、ナーメン、ヒーちゃん、みんな切ってるわ。そう思うと着てる、何でも似合う、嬉しい。そう、そうなの、佐古さんのショートとか確かに想像つかないね。そうシャツに髪の毛入れてなんちゃってショートショートできるかな、ボブぐらいにしかならなそう。今日林美玲さんの卒業公演ドレス見た、めっちゃ素敵だった。なんかたまたま流れてきたので、今度12月かなで卒業される
斉藤真希子さんが劇場社員もう今は違うけどだったからオーディションね、ジュッキーさん の, その応募のやつを応募の用紙に50丸をつけたって話を聞いて、うわそんなことあるんだって思ってびっくりした。私も10、はじめさんは10期だっけ、私は11期受けてたんだけど、最終オーディションで斉藤真希子さんすぐ近くにいらっしゃって、そう綺麗だなって思いました。そうこれこの辺がゴワゴワしちゃう。そうなんです、50丸やばいよね。ボブだ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 似合うかなこんぐらいの長さも確かにいいね。そうボブ好きだからボブ好きな人多いよね。そうだよ、そうショートしたらギフトタワーやばいラングはそう乾かすのは大変だね本当に。そうボクボブ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 言えたボブそう長長超長い、もう配信じゃ見切れちゃうもん。似合うかなボブ、どうだろうな。そういつかしたいね、いつかいつか。そうスクショタイムください。いいよ、でちょっと待ってもう一回やろう、綺麗にやりたい。すっぴんだよー。でもそうショートもねいいよね。よいしょ、ちょっと待って前髪を整えて、あなんかちょっとふわってしちゃう。ビッグはそう実家にあるんよ、ショートのビッグもボブのビッグも一応ビッグ持ってるんだけどね、ちょっとむずいなむずいな毛量の調整が。ここはちょっとさ汚いから、ここ頑張ってポーズに隠したらボブどうなんどうなん、加工アプリボブとかあるね今どうですか恋未来はいつかあるかもね。短いね。そうボブ似合うと確信した、嬉しいいいねフェ倒し割った味今はそう珍しく自分の部屋から、えそうイベント終わってから、なんかこの間ビスイベントしてたじゃん、イベント以降私の家でしか多分配信をしてなかったって言ったからさ、そんなことあるって思ったけど、確かに私ん家でいつも配信しよったわ。行こう居候カカアプリでボブねあるね今。そうなのビッグ持ってきたいね。そうビッグボブ楽しみやったら嬉しい。そうロング派ですよ影ひげやばいロングでもまだ2年ぐらいはロングでしょう、成人式までって考えても。だから安心してロングを楽しんでからショートにする。そうなの、いつ頃のどうやって成人式あったかな、だからあと2年かな、髪長いよね今。よいしょほらここまである、はい、よいしょ。仕事どうせしてないわそう仕事そう帰ったみたい。そうまあ今でも楽しい、うんうん
そう、いちごがねもうずっとこっちの家にある最近。ショート派を、そうだよね、ロングでできる髪型、そうだいぶもうしたね。あとしてないの何、クラゲさんか、クラゲヘア。でもあれ短くてもできるはできるか、ナーメンとか髪もしてない。あとしてない髪型、確かに何、サイドポニーはこっち側でしたか、次こっちにしたい。サイドポニーの右側でしようのと、羊ヘアとか、羊ヘア、クラゲヘア、何してないんだろう、まだしてないの何やろ、噴水ポニーしたい、噴水ポニーしたい。そう、サイドポニーしても長い、え長いよね、そうなんよ、だいぶ伸びた。アフロはしません。猫耳はまだしてない、猫耳でも長くても短くてもできる、いちごしとったもんね、あれ自分でも多分できそうだから今度してみたい。そう、クラゲヘアっていうのがあるの、そうなの。お団子もさあんましないからお団子もしたいね。そう、サイドポニー可愛いよね。そう、でも最近私ね、髪質的に巻き取りやすいのもあるし、そう、あの髪がふわふわふわってしてきちゃうタイプだから、髪が細いって言ってたから、だからストレートあんましないよね。お披露目の頃とかさ、ストレートおろしが絶対だったからストレートおろしやけど、それ以降あんまりストレートおろしってしなくって、公園で、だから公園とかではなくお仕事とかで今度ストレートおろししようかな。ストレートおろしもさ、なんか一瞬なんかこれは先輩方もあった現象らしいんやけど、この髪型が解禁されたね、いろいろみんないろいろ試すんよ。だけど一瞬待ってストレートおろしに戻ってくる先輩がいらっしゃるらしいんだけど、私も最近このね4月からだいぶいろんな髪型して、そうなんかねストレートおろしも久しぶりにしたくなって、この間あの生写真の撮影があったんだけど、2つの衣装分ぐらいあのストレートおろしにしたよ。そうなんよ。なんかそう、公園だとストレートおろしだとねもうボサボサになっちゃうからあんまできないけど、生写真とかね別のお仕事の時にまたストレートおろししたいの。そうなの、一周して、そう原点に、僕は原点にそう帰ったんです。そうなの、え、そういろいろ髪染めて一周回って黒くなる、そういうイメージだよね多分。五平持ちや、五平持ちや。噴水ポニーね、あかりさんのイメージしかない、本当にいつかしたい。え、あかりさんと一緒の時にしたい、そう一緒に写真が撮りたい。サイドポニー欲しい、嬉しい、いいですね。いちごはやっぱウルフにしたい、そうよね。クマさん、クマさん確かにしてない、クマさん動物系をさあんまりしてないから、私はあんまりさ超凝ったその動物系のやつとかしてないから、したいね。そうだね、そうなの。森の宮のユミニさんのサイドポニー誰だろう、見ればわかるかな。そう、岐阜駅で撮影したの髪型で、もう一度広島で。髪でだいぶ印象って変わるよね。今度公園行く時の髪型、どうしような、どうしようかな、迷うな、いろいろ。でもなんだかんだ一番公園出てる時にしてる髪型はポニーテールだと思う。そう、チャートリー入った、そうだね。今私僕隊のね、ユニットでひまわりをやってるんだけど、ひまわり帽子も私のポジション被るから、だから高めのツインができなくって、だからチャートリー公演始まったら高めツインをすることを約束します。ここで約束します。でも一番公演でする髪型はポニーテールですね、ポニーテールが一番多い。逆に最近してないのはツインテールとかハーフアップがあんましてないね最近。巻き下ろしとかもしたいけどね、完全下ろしだと私の 髪は爆発しちゃうから、その約束忘れません。了解。そう、ツイン公演とか、わ、いいね、ツインテールの日とかにチャート行こうやったらいいのに。そう、公演、そう暑いからポニーテとかまとめ髪がいいんよ。ストレートポニーはダンスの動き入る、そうなんよね、入るね。
ひなさんの後継者、確かに三つ編みも確かにしないね。いいねいいね。三つ編みっていう選択肢がいつもさ、髪型をそうメイクさんにね、これでお願いしますって言うんだけど、その時に多分はずなんかね、頭から抜けちゃっとるよ。もう私の頭の中には今もうポニー、ツイン、ハーフアップ、まとめ髪ぐらいしか入ってなくって、そう三つ編みはずっとしたいと思ってるのに、オーダーする時に頭から抜けちゃっとるんよ、選択肢から。メモしとかっていうか、そうポニーテールね、ポニーテールは楽だし可愛いしいいよね。同期にもよく似合うって言ってもらえる。3期でポニーテール、ポニーテールイメージがあるのは私とかすみやし、ツインテールはやっぱり叶う。私はユーナとかリア充のイメージもある。そうだねそうだね、私はリア充、ツインテールももちろん可愛いけどね、どっちかっていうとねポニーテール派なんよ。いつかの僕隊でポニーテールしてるのがめっちゃ好きだった。そう、かなはやっぱツインテールがねイメージ。ユーナは、ユーナなんだろうな、でも巻いてんのも可愛いけど、意外とねユーナはストレートが似合うイメージ。こないだの声もストレート、ツインのストレートかな、かハーフツインのストレートだったけど可愛かった。かすみはなんかいつだったっけな、いつかの噴水ポニーではないけど、なんかちょっとその森髪系すごい似合ってた。でもかすみはサイドで縛ってるのもすごい似合ってた、大人っぽくて。そうリアチュー、ハーフツイン確かに見たいね3月の周年であさと選手権あった、確かに、確かにあざみんさんと対決の可能性がある。かなは基本ねツインテールだから、そうデコ出し、確かにおでこも出したいね。出したいにどうしられるかどうなんだろう、公園一緒に出るのが楽しみ。三つ編み似合うかな、したいな。そうそうなの、そうなの、そうなのいいよね、いろいろ髪型ができると楽しい。リアチュー昨日のさハンドレッドさ、ストレートロシだった、あんまアレンジしてなかったイメージなんだけど、久しぶりに見たけど可愛かった。あ、うどん食べたのいいな、私も今日うどん買ったリンゴヘアあるね、あるね。こんだけ長いとリンゴヘア似合わんかな、どうだろう。あとはなんだろうな、ひーたんはアミタラシ、ひーちゃんはこの間の僕隊の髪型が好きだった。みんないろいろだね。夜ご飯うどん、わ冷凍の、そう今日買った冷凍のうどんがね食べたい。いやどうしようかな、でも今日14時から鶏もも肉が安いのを知ってて、14時じゃない13時からか、そう限定50パックを私は手に入れたので鶏もも肉を使って、明日から揚げにしようと思うよ。だから今日味をつけて明日あげようと思って、今日は、今日もでももも肉冷凍もさせたい、から揚げと、あと今日もももステーキとかでも美味しいねそうそうなの。セブンの揚げ食べた、美味しいよね、私も好き。ユニット一緒になって、リアチューと、え、リアチューとユニットだとやっぱりこれからも入ってくるんだけど、もう決まってるレッスンは何個かあるんだけど、やっぱりユニットレッスンで一緒だとね、そう一緒にいる時間が増えるからなんか深まるね。そう、みんながポンチをしてても目を割れないようにします、よろしくだよそう唐揚げいいよね。さっき配信が始まる直前にお母さんに聞いたんよ、なんかお母さんが作ってくれる唐揚げ大好きで、お母さんどういうレシピで作ってたって聞いて、そうなの、うちのお母さんは味付けは一般的なやつだけど、あの揚げる粉は小麦粉と片栗粉を半々ずつにしてるらし
で、カリカリにしたければ片栗粉をメインするらしくて、私はカリカリが好きなので唐揚げはだから片栗粉多めで小麦粉ちょっと少なめで唐揚げを作ろうと思います。お母さんにレシピさっき聞いたんよ。鶏ももそう安かったんよ今日。私食べた、私も昨日食べた。ささみ、ささみ美味しいね。ささみはちょっと後になんか安くなってた、チラシを見たら。ささみなんか前ねネットでささみチップス、ささみを叩いて、そうオーブンかなで焼いてみたいな、ささみチップスを見てちょっと食べてみたい。そうなの、一人暮らしだとそう、そう唐揚げあんま作る気にならんけど、いちごと作ろうって話した。200円安いでしょ。そうなんよ、うどん安いんよ、冷凍の。そう料理頑張るんだ。そうなの、チャートリはどうなんだろう。でも先輩方とかと一緒にやっててね、そうこの間レッスンの時ね、今まであんまり話したことなかったんだけど、一緒にやるふりがあって、アリちゃんさんとだったんだけど、そう優しかったです。そうなんです、タッパでした味。ああ私はジップロックでつけようかなって思ってる。そうそう、生姜とニンニクをちょっと多め入れるってお母さんが言ってた。いいよね、入れちゃう入れちゃう。そうなの、竜田揚げっぽくするのかな、かな、なのかな。そうそう、美味しくできたからいつも味します。唐揚げいいね。なんか最近さ、いちごとさ、いちごをこの間言ってたらいこぎの芋をきっかけで、今までの芋を酢をね、ウィキペディアかなで今までの何芋を酢何やったか見とったんよ。そうメンバーさんまで書いてあって、ひなさんとかちほさんとかゆみりんさんとかがさ、芋をソロ企画でなんかひなさんだったらパン屋さん、パン作りとかされてたじゃん。いつかしてみたいよね。別にそんな料理がめっちゃ得意とかじゃないけど、芋を酢でソロ企画はしてみたいよね。ささみチーズ美味しいね。それは揚げ物濃くない、大丈夫大丈夫。いちごは走って逃げてた。油処理ね大変だね、固めないと。揚げたて、そう揚げたて美味しい。今日揚げちゃおうかと思ったけど、明日食べるってだから、やっぱ直前に揚げたの食べたいなって思って、明日揚げる。今日味付けて明日揚げる。そう唐揚げね、いろいろね味付けもだし、その衣もね各家庭によって違うよね。そう唐揚げはそうやっぱ揚げたてが美味しいよ。そう漬け込むの今日。チャートリー、え待ってるよ。そうなのよ、ホットモットも唐揚げ好き。え、わかる。私もなんかバレーボールやってる時代にお昼ご飯、試合の時のお昼ご飯がホットモットやったんやけど、その何買ってきてくださって、唐揚げが超美味しかった覚えある。その時きりだけど、ホットモットの唐揚げめっちゃ美味しかった覚えがある。冷凍うどん、お店堂々と味がいいぐらい。それ私は香川でやってしまった失敗だよ。そう、唐揚げと最強ペアビール、ダメです。唐揚げはご飯です。唐山って知ってる？唐山だっけ、急にあるんだけどさ、どこもあるか多分。大好き唐山だ。無料？無料じゃないか、ご飯を大盛りにしてた。そう、千代さんとひよのひなさんレストランいた？お、いいな、いたんだ、素敵素敵、羨ましい。それはそう、画像ヒントにどこでイベントやってるかね。そうだね、みんななら当ててくれるよね。唐揚げはレモンかけるのが好きかも。レモンが好きだね。そう、フグの唐揚げは美味しいな。唐山、そう唐山知ってる？唐山好き。唐揚げのチューリップ、唐揚げのチューリップ。なんだそれは。唐揚げ美味しいね。みんなの唐揚げの販売予定。販売したいね、食べてほしいみんなに。とりあえず今日明日で作って味見をしてみます。でも私あるあるなんだけど、なんか味見で半分ぐらいなくなる。
いちごとね、この間ご飯作ってて言われたんよ。ゆいだって味見だけで食べきっちゃうタイプでしょって言われて、間違いないんだって。そう、徳島行くと巣立ちになります。え、この間ね、いちごがあの香川行ったじゃん、その時に巣立ちを、徳島の巣立ちもらってきたみたいで、いちごのそれをもらって、この間カキフライに巣立ちをかけて食べた。レモンがなかったから。そう、美味しかった。いちごの声似てる声似てきたの、やばい。給食にクジラから揚げ出たことある。クジラの話ちょうど今日しとったやん、いちごと。なんか普段行かないスーパーに行ったらクジラ肉が売ってて、クジラ給食で出たって聞いて、いちごに。そしたら給食では出んかったけど好きだから家で食べてたよって言ってた。私はね、給食出た覚えがあるよ。そう、手羽元の唐揚げがチューリップ。ああ、そうなのね。今日手羽先も安かった気がする。手羽元じゃないけど、もし客なら唐揚げ作る。え、唐揚げだったらね、え、唐揚げもうがっつり一食食べていけるねそう、鼻ついた唐揚げチューリップ、あ、確かに見ないわ。手羽先、手羽先、手羽元大好きだよ。そう、味めのお腹いっぱいになるらしい。お母さんある、ある。え、お母さんも言ってたわ。チューリップね、見ないね。確かに骨付きの唐揚げ見ないや。唐揚げ作るの楽しみだな。楽しみ。出来たてがそう、やっぱり美味しいよね。鶏肉は国産のかった。今日は安かったんよ、タイムセールで並んでたの。そう、タイムセールの13時からだっけ、10時か忘れちゃったけど、なんか看板があって並んでたらもらえるから3番目に並んでたお利口にカゴ持って並んでて、そう、受け取ってカゴ入れていちごにタイムセール買えたって言って報告しに行ったそうなの、そうなのよ。東海園や手羽先きれいに食べれる。私うまいかもそう、ヤマちゃん有名だね。広島もある。そう、安かったんよ、タイムセール。そう、3番目確かに影焼けだった。確かに。でもアナウンスされたんよね、そのこれから始まりますって言ったら、もうね、スーパーにいる人のほとんどがね、そう、その私は最初の辺にもらったから、なんで人はそんな多くなくて、最初の辺にもらったからそれ持っていちごのとこに行こうと思っていちごを探しとったんやけど、私が帰ってる方向 でこっち側にからそのもも肉があるから、こっちからもうね、めっちゃたくさんの人がブワーって来た。私こっちに来たんだけど、みんなこっちでワーって来た。みんなもも肉を買おうとして、私は並んでたから手に入りました。そうなんです。確かに鍵開けはできませんでした。で、多めに買って冷凍させます。そうなの。ささみね、美味しいね。ささみも美味しいよね。この間胸肉を買ったけど、今回はもも肉買った。そう私がお肉作るの確かにおもろいね。いちごもそう、一緒に行ったんや、業務スーパーに。なんかいちごをこの間業務スーパーに行きたいって言ってたから私が誘った。業務スーパーは同期と行きがち。同期と4人ぐらいで行ったこともある。ゆうなと2人で行ったことも2、3回あるかも。ゆうなと一時期スーパー巡りしてたな一緒にスーパー行ってたな、懐かしい。自転車こいで、網焼きで焼かれたり。網焼き、さすがに持ってないな。そう、安い時買って冷凍、意欲せない人でも最近私も身につけた術だよ。安い時に買って冷凍、いつもなら、前までならこっちに来たばっかの時なら、もう今日食べる分、今日明日食べる分買って終わりだったけど、最近はそう、あ、これ安いから今買っていって冷凍させたら今度食べれるって考えて、最近ね冷凍にハマってる。冷凍させる、全部基本何でもいけるじゃん、冷凍させたら。そうなの、ちょっとずつね家事も覚えていくんです。こうやってコストコは
一回だけ行ったことある。岐阜の羽島だけにあるんよね。行ったことある。一回かな、二回かな、わかんない。あるよ。広島のとこは行ったことない。なんか3期で一人ぐらい会員の子いないかなってみんなで前話したけど、みんな親が会員とかだったりするから意外と会員の子おらんのよ。3期で一人でも会員だったらさ、まあみんなでさ年会費割ったりしてさ、その子に渡してさね、一緒にコストコ行けるのにって思って。でもちょっとコストコさ遠いよね。方面で言うとさ、あの広島、あの宮島とか行く方じゃん、広電で言うと。そうなの。一位とデザートね、人気やね。そう、冷凍保存を覚えた。ゆいなは冷凍保存を覚えたそう、意欲さえなりそうスーパー巡りやばい。そう、年会費割るのね、あるよね。鶏もも肉は一人1パックまでだったから、いちご1個買って、私も1個買った。そう、コストコミニトコをよく利用してる。そんとかの、え、そこは有料なんかな、どうなんだろう。コストコね、量多いね。みんなで割ったりしたらちょうどいいよね。パンとかさ、いっぱい入ってるやつあるじゃん。そう、コストコも。でも私さ、メールで今日さ、なんか業務スーパー行くとさワクワクするって言ったけど、コストコに行った時は私ワクワクした。あとはね、駄菓子屋さん行くとワクワクする。そうなの。そうなんよね。ジップロック、ジップロック使うね。使う、ジップロック愛用者。ジップロック切らさないようにしてる。駄菓子屋さんはおつまみ器よく買うかも梅とか、そう、なんでもいろいろ買う。自己嫌悪も買うし。そこは年会費なくていいの。お、我ら行く途中にある。うん、ちょっと気になる。それは、それはお母さんに教えてあげて。ミニトコって言ったお母さんに教えてあげよう。なんかお母さんのいとこかな、だね、入っててコストコ。お母さんに教えてあげよう。そうなの。年会費払わんといかんから。年会費払ってる人とプラス何人かまでは入れるっけな。そう、うまいもん何種類あるか分かんない。いっぱいある。駄菓子屋さん、マイナーだけど納豆味とか意外と美味しいんだよ、食べてみてそう、ポテチは寿司屋が好き。ミニトコ、ちょっとこれはお母さんに教えてあげよう。気になるし、今度岐阜帰ったら行こう。そこ、そう、行数はね、量多いから冷凍のやつとか、冷凍庫パンパンになっちゃった。そう、入りきらなくて、今日のお昼は必然的に冷凍庫の奥の方にあのあったチャーハンとかを食べました。それでやっと入った。コストコ行くと、え、あるね、ホットドッグとかソフトクリームとか食べたい。そう、私が半回は入ってる。嬉しい、そんな配信見てるか分かんない、分かんないからスクショした。ミニトコ気になるな、気になるな。それはコストコ初めて行った時もね、テーマパークかと思った。楽しい。そう、一人暮らし用の冷蔵庫だから、そう、あんま入らんのよ。そうなの、そうなの。冷凍餃子、冷凍餃子、コストコの、コストコじゃない、業務スーパーの、美味しいね。ちごが言ってた。そう、冷凍庫、そうなの。あれ、これいつ買ったのっていうの出てくるよね、ちょっと奥から。私のはまだ一人暮らしだから、そう、あんまりその、あ、何月ぐらい買ったやつかなぐらい分かるけど。あとは今日シャトレーゼでチョコワッキーを買ったから、それを食べるのも楽しみ。コストコでホットドッグとか、え、実はね、買ったことないよ。売っとるのは知っとるけど買ったことないよね。買ってみたい。安いよね、確か。近所の商店街にコストコのミニあるよ。どこ広島にはある？ミニトコ、コストコのミニトコ、ちょっと気になる。広島どこにあるの？そう、行数の肉団子は今日いちごが買ってた
今日いちごが買ってたよ。そう、使ってない調味料とか埋もれがち、わかる。チューブ型のさ、あのわさびとかさ、生姜とかあるじゃん、あえてさ賞味期限切らしがちじゃない？私だいぶ切らしちゃってて捨てたの、ごめんなさいって思って。電子レンジでお米炊ける容器あるんじゃない？どうなんだろう。コストコピザも美味しい、わかる。ピザとかパンとか美味しいね。そう、遺跡発掘盛りで冷凍庫探さないで。広島駅の方にあるの？気になる。同棲してない。チョコバッキー私はバニラの方買った。前に両方買って食べ比べをした時バニラ派ってことが判明してバニラを買いました。あ、普段にある、そうなの？ちょっと気になる、ちょっと調べるわ終わったら。ありがとう教えてくれて。よし、壇上読んで終わろう。ミニトコ、ミニトコなんかめっちゃいい言葉を今日聞いた。勉強になった、ありがとう。ランジェランで参ります。18位トーマさん、17位ジューデイさん、16位ラベンダーバージョン KA さん、15位モマさん、14位イケビスさん、13位ユニアと、ユニアじゃないナオニアだ、ナオニアとユニアバーで仕事頑張れたヤオさん、あ、明日休みいいじゃん。12位ヨシミさん、11位ティニアとクザミンさん、10位ナルミアと今日はアットジャムエキスパヤさん、わ、いいね、楽しんでるね。このまま東京にいたってことかな。9位ヤオタンとつまみんさん、8位タカシアとおつまみんさん、7位キャッピンさん、6位マカとつまみんさん、トップ5、5位ヤマシンさん、4位ウマちゃんアットヤミーズ、寿司おつまみん偶然の一致さん、寿司いいよね、おいしいね、またカキ食べたい。そしてトップ3、3位スプマーテさん、2位ワンタさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はマナちゃん、ありがとう。1位でお呼びするの初めてかも、ありがとう、感謝。今日はなんかね、本当ね、今日7並べしようと思ってねたんだけど、話が盛り上がりすぎて気づいたらもうこんな時間でできなくなっちゃった。明日、明日したいな、明日できたいな、明日どうなんだ、みんなお仕事か休みか、私はね予定があるけど、そんな夜遅くないから配信いつも前に長くできそう。いつもねレッスンが夜9時まであるときは帰ってきて30分も配信できない日が多いけど、明日は終わるの早いのでいつまでできると思う。そうね、ゴールデンベッドタイム終わっちゃうよね。ゴールデンベッドタイムに明日したいな、一緒にしようじゃ。そう、行きましょう。コストコ再販店調べるといいかも。お、ありがとう、ナイスすぎる。じゃあまた明日話しましょう、ありがとう、バイバーイ。